外の金庫で声響いた。何今、なんて言った血なんて言った今。金庫の。あ、金庫の。お前、欲求もすげえやろ。俺、キョイちゃん見作ったのあれやわ。あかんかんかん、使われへんって。分かった、分かったから。おいし。だけど、これはいける。何しらすをしらっぽい言うて、お前。俺がなん、なんか、なんて、なんか、なんか言ったらお前、ちぇ、ちぇ、ちぇ、しらこやん、ベストに言って。ひどい何言うとん。あーってせんといて。あ、うるさい。あんな、みんな。なんだ、もう一本目。え、違う、あんな。言っていいかな、これ。言っていい？いいよ。わかりますよね、みんな。この服。うちは、こんな服持ってないけど、この、もう言っちゃうみんなに、お泊まりしたこと。ちゃうやろ。え、なんで？お泊まりちゃうやろ、お前。なんだ、なんだ、なんだ。お泊まりちゃうやろ。いやいや、お泊まりや。ちゃうやろ。でもバレちゃうね、でもこんな服持ってないから、うち。じゃ、俺の服貸したやろ。あ、そう。お前が貸せ言うたから、雨降っとったから。あ、そういう設定か。あ、ちゃうちゃうちゃう。こんなとこ全部見てわかるわ。あ、ごめんごめん。お前、俺の服着ろって言って、今回この服を着てるので、皆さん、ちょっと、ちょっといつも見たことないなと思う人も多いと思うんですけど。お前、王様系俺は。俺の服着ろって。どんなやつやねん、マジで。えぐいやつやん。痛い痛い痛いです。笑いながらタックするの、なんか最近ハマってるみたいな。え、しかも、聞いて。みんな聞いて。なんか、しんちゃんが、マジでボソッと、え、てか、お前ってさ、青色似合うなって言ってきて。俺いつもさ、一個言って腹立つときはさ、お前俺の前にするときなんか腹につくな、ほんま。なんでほんまや。言うの、なんでかな、そんな喋り方日本でんの、なんかそんななんか俺、上で喋ってる。なんかちょっとおっさんっぽい、なんかなんていうの。ほんま腹立つ。ねえ、ね、でもそのことについてはどうなの、言って。いや、まあそれは客観視して、で、めっちゃ言うねんけど、結構、しんちゃん頑張らなあかんで、そろそろボロ出てきてんでん。出てない。動画ではさ、ツンデレ、うちが好きやん。で、しんちゃんがなんかツンデレみたいになってるけど、ちょこちょこほんまのこのプライベート出てんでん。出てない。出てる。出てない。出てないことにしよう、だって。プライベートないし。いやいや。じゃあこれを見せたいな。プライベートないし、何が？いや、じゃあプライベートないしちゃうねん。やっぱ、LINE すぐさらすやん。お母さんにスタバ券プレゼントな、お世話になってますからって。ありがとう。あれ晒すと思わんかったからさ、うん、お前普通にプライベートないやん俺も。こうやって、俺のチャンネルの合間にノーカップ撮ってさ、で時間また TikTok 撮ろうって言ってさ、俺にプライベートはないんぞ。まんまや。え、でもこういう層みたいねん、多分みんなは。なあみんな。まあそうやろな。でもいいよな、ほんま。企画っていうやってるよね。うん。てか、YouTuber さんってさ、企画やろ、うん、やんでんの。うちらも企画やりたいねんけど、なんか。やってんねん、一応。やってんの？え、どれ？何企画って。焼肉食べようとか。あれ、企画ってよ。そう、うん。お前が、俺らオープニングで8分あんねん。本編10分で8分トークやねん。そうやねん。でもみんな喜んで、ちょっとそれ、焼肉、席コンコンなる。なんかお腹いっぱいすかな。これ食べたら終わるわ。いや、じゃあ皆さん、ですね、うわ、なんか飛んでんねんけど。じゃあ皆さん、今日も見てくれてありがとうございました。ですね、たまにこうして、これから動画撮りながらも、しんちゃんのお洋服着てることがあるかもしれないけど、その時は、つつかないでください。察してください。お前がなんかあった時だけや、それほんま。服がなくなったの、そういう時だけや。え、でもうち憧れててんな、こういうスキピの服着たりするの。すげえ、ほんま。ほんまにマジで。憧れてた。ありがとうね。気持ち悪い。じゃあ皆さん、バイバーイ。あ、絶対スクショできるわ。はいはい。もう絶対サムネ使われた。やったー。もうそれ、なんで分かったん。もう、絶対終わった。もう分かんねえ、お前。じゃあ、でもあれは、スクショ使われってか、ほんまに YouTuber さんが、いいとこをこう、ピックアップしてくれる3個ぐらい。知ってる？なんなの、あれ。え、うん。そうやねん。だから、すごくない？うん。周りには確かになんか、サムネ釣りにいいやつ用意してくれるの。え、そうやねん。だから、バイバーイ。またねー。しんちゃん今日いい匂いやな。香水つけた、もしかして。ついててもいいやろ別に。え、それってうちにちょっとでも普段からつけそうは毎日俺。え、そうなん、うん、バイバイみんな大好きだからね。あれに言ってね。